はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから、キャンディーペテン氏、ドリアンについて見ていきたいと思います。ドリアンは卑劣を極めしジェントルマン。とにかく闇深いキャラクターでいろんな姑息な手を使い、なんと催眠術まで扱えるというバキのキャラでは珍しい人物。ということでドリアンについて早速見ていきましょう。よろしくお願いします。ドリアン、最強の死刑囚の一人、長い白髪でヒゲ面の巨漢の男。食べ物のドリアンとは関係なさそうだな。中国憲法最強の称号海王を手に入れており、中国ではドリアン海王と書き方が変わります。あのレクさんと同じ称号を持っているのか。表情は常に穏やかで、その瞬間まで殺意を感じさせませんが、唐突に意味不明な挙動と言動で相手にフェイントをかけたり相手の気を突くことを得意とするまさにタヌキ。さすが卑劣海王。戦闘能力は中国憲法の頂点海王の座にたどり着けるほどの都市空間の力量に、海王と呼ばれるような並大抵の攻撃ではびくともしない強靭な肉体を持ちますが、なんといっても戦闘での戦術はとにかく汚いのが特徴。死刑囚軍団の中でもとりわけ狂気攻撃や騙し討ちを得意とし、作中で行った戦闘では必ずと言っていいほど狂気攻撃や騙し討ちを披露しています。またはっきりと負けを認めておきながら、その後平然と野衆をかける卑劣極まりない戦法も好む。クソッタレだな。狂気攻撃使いという点ではドイルに似ていますが、ドリアンの場合肉体改造によらない狂気を好みます。使用していた狂気は、乳首張り、自身の髭を抜いて息を利用して放つ、目つぶし攻撃に用いて攻撃を仕掛けていました。髭で目つぶし、こいつの髭は針金でできてるのか？火炎放射、口に含んだアルコールとライターを使い大道芸のように猛烈な火炎を吹く。サーカスみたいだな。そこまで殺傷力が高いわけでもありませんが、奇襲効果は非常に高いです。仕込みワイヤー、ライター内に仕込んだ特殊繊維製の強極細ワイヤー。材質はアラミド繊維にチタニウムを焼結させた代物で、極めて強靭で軽く見えにくいという性質を持ちます。打撃を受けると同時に相手の手に絡ませてワイヤーを引けばいともたやすく敵の手を切断可能。その性能はあのドッポすらも手首を切断させられるまでワイヤーの存在に気がつかないほど見えにくく軽量。首にやったらと思うと恐ろしすぎる。意外と長さと耐久力もあり、高所からの落下の際の命綱代わりにも代用可能と応用は幅広い。3入りの瓶、胃の中に格納していましたが、菩薩の剣により不発に終わりました。ちなみに手榴弾も体内に格納してましたね。体の中で爆発したらどうすんだよ。催眠術、相手の心の隙をついて相手がドリアンを圧倒しているかのような、都合のいい戦況の幻覚を見せ幻惑する。こんなのまで扱えるのかよ。即席凶器、グリースを塗りつけた手にガラス片をまつわりつかせて作った即興の凶器、殴りつける際の殺傷力強化をもたらします。爪、歯のように鋭利に研ぎ澄ませた両手の爪、仕込み歯、靴の裏に内蔵した大型のナイフの歯、ドッポ戦時の蹴り下ろしの際に展開して使用してました。小型爆薬、手の甲に仕込んだ最後の奥の手、打撃を叩き込むと同時に起爆させ敵の顔面を爆風で焼き尽くします。ただし自身の手も大きく損傷してしまう諸刃の剣。自分の手首ごととかいかれてる。以上です。続いては作中の活躍について見ていきたいと思います。バーサスオロチカツミ。アメリカ合衆国ワシントン州のタコマ市沖アルガードス刑務所にて、厳重注意の中でドリアンの公死刑が行われようとしていました。最後に神父から言い残す言葉を聞かれドリアンはにやりと笑みを浮かべ、敗北を知りたいと言い、刑務官などを恐怖させていました。この状況でなんてこと言ってんだ。公衆執行の後は公衆状態を10分間継続するものとされ、医師による死亡確認を執行完了としますが、医師の死亡確認で心拍を確認。ドリアンは上半身を拘束されたまま刑務官に襲いかかって蹴りで葬ります。こいつぶっ飛びすぎだろ。ゴキブリみたいな動きしてたな。そして上半身の拘束を自分で外し、ドリアンはいつもそうだ。君たちはいつもつまらぬ勝利をもたらせてくれると述べ、その場にいた全員を殺害して脱獄、自力で海を泳いで東京に向かっていきました。泳ぐのかよ。その後新進会の空手道場では勝美と列の組手が行われていました。そこにドリアンが現れてドッポに会いたいと話していましたが、勝美に道場内では靴を脱ぐよう言われてドリアンは謝罪。しかし勝美に自分の靴を投げ渡すと同時に勝美を蹴り飛ばしていました。
続けてドリアンは謝るふりをして勝美を油断させて目つぶしを食らわし、さらに苦しむ勝美の帯を取り上げて首を絞めていました。勝美さん飛んだとバッチリだな。勝美は正中線連撃で反撃していましたが、ドリアンが割れた床板を投げ返して勝美の喉に刺したため、喉から失血した勝美は戦闘不能となりました。バーサス列海王。勝美を倒したドリアンは道場から立ち去ろうとしていましたが、当然これを見過ごせない列海王が立ちはだかります。ドリアンは突然泣いたふりをして油断を誘い、自分の髭を抜いて列の目に飛ばしていました。列はその隙にドリアンに蹴りを当てて吹っ飛ばしていました。ドリアンは敵陣での戦闘は賢くないと言って道場を放火し、列に飛沫攻撃をしてひるんでいる際に逃走していました。ドッポ以外興味ないのか。バーサスオロチドッポ。列戦後、世界各国の最強死刑囚は地下闘技場に同時に集結。そこには地下闘技場支配人の徳川のジジイに、敗北をプレゼントしようと言われ地下闘技場戦士5名と対面していました。対決のルールは自由にいつでも誰とでも対決が可能。すでに戦いが始まっている状態となり、全員が一度地下闘技場から解散した後、ドッポから早速ドリアンは声をかけられ街を歩いていました。その際ドリアンの前に列海王が現れて対戦要求をしていましたが、ドッポがドリアンの顔をカバンで殴ってドッポが先に戦いを始めていきます。さすがドッポちゃん。次々と空手技をヒットさせるドッポにドリアンは飛沫攻撃を仕掛けていきますが、ドッポの回し受けで防がれてしまいます。しかしドリアンはドッポの攻撃を受けながらドッポの左腕に特殊繊維の紐を巻きつけており、ドリアンは強く引っ張ることでドッポの腕を切断することに成功。ですがドッポは一度試してみたかった指がない腕での突きをドリアンの顔面に決めて逃走していきました。アラミド繊維もすごいけど、ない腕で殴るドッポもやばいな。その後は警備員を全員倒して徳川邸に潜入して地下闘技戦士たちの前に現れます。ドリアンはガソリンをバケツに持って現れ放火を試みていましたが、勝美により止められてドリアンがガソリンを浴びさせられてしまい火をつけられ、もがき苦しんでいました。ドリアンの丸焼き。しかしぐったりしたドリアンが動き出すことを察知した列海王はドリアンに蹴りを仕掛けるも、ドリアンは列の蹴りをかわして立ち上がって戦う気満々でいました。いや、元気すぎだろこいつ。そこに加藤清澄が現れ、ドリアンを痛めつけて加藤が自殺した凶器でドリアンは耳を切り落とされていました。続けてドッポにまで空手技をお見舞いされたドリアンでしたが、隙を見て勝美と加藤に特殊繊維を巻きつけており、切断攻撃を仕掛けていきました。しかし勝美と加藤の皮膚が少し切断されたところで、ドッポの死闘により特殊繊維は切断されてしまいます。そのためこの状況が不利だと考えたドリアンは体内に仕込んでいた手榴弾を吐き出し、爆破させて逃走していきました。状況が不利になるとすぐ逃げる癖があるな。バーサス加藤清澄、マンホールから地下に降りて50年ほど前に使用していた隠れ家に逃走したドリアン。しかし加藤が後をつけていたため戦うことになります。先手は加藤が取ったかに見えましたが、ドリアンは加藤の攻撃をかわし、中国拳法で加藤を吹き飛ばします。そしてドリアンはグリースを両手につけて、割れた瓶の破片を拳にまぶし、両手を凶器にしたドリアンは加藤にも同じことをして決着をつけるよう誘っていました。このグリースの凶器、自分の手の方が傷つきそうだけどどうなんだろう。加藤は誘いに乗らずドラム缶を蹴り飛ばしましたが、ドリアンは簡単に跳ね返してみせます。その後も加藤が先手で攻撃していきましたが、加藤の空手はドリアンには通用せず、ドリアンは瓶で加藤の頭を叩き、割れた瓶を加藤の顔面に刺して回転させることで顔をえぐっていました。えぐすぎる。さらにドリアンは髭を飛ばして加藤の目に刺して苦しめるなど一方的な状況でしたが、加藤は瓶を使った攻撃で反撃。しかし一瞬正気を見出した加藤にドリアンは催眠術をかけていきました。イメージの中で加藤は一方的にドリアンを痛めつけて勝利を確信していましたが、催眠術を解除されて混乱。戦いの最中に催眠術はチートだな。ドリアンはとどめに特殊繊維攻撃で加藤の首を切断し、加藤は首から大量に出血し戦闘不能となりダウン。その後、加藤をサンドバッグに詰めて、新進会の道場に放置しており、主要していた列海王により加藤は発見されたのでした。加藤バーサス末道敦氏、加藤が重傷を負わされ、新進会総動員でドリアンを討ち取ることが決まり、ドリアンは変装をして外を出歩いていましたが速攻でバレてしまい、
ドリアンは周りが新進会の門下生に囲まれた状態で貸し切りの遊園地に拉致されていきました。そこでは新進会の空手家たちと戦うことになり、空手家一人をあっさり倒した後、ドリアンは遊園地を堪能。何やってんだこいつ。いくつかのアトラクションを楽しみ、コーヒーカップの遊具に乗っていると、ドリアンの前に加藤の同期入門の末堂敦氏が鬼の形相で現れ戦うことになります。末堂は突然ドリアンを蹴り飛ばしてドリアンと戦いに挑み、末堂はドリアンを倒すために今日は死んだっていいと述べ覚悟を決めていたようでした。覚悟が半端ないですね。しかしドリアンは手を抜いて戦い怯えて逃げたふりをして末堂をジェットコースターまで誘い出していました。マジかこいつ。ジェットコースター上での戦いはドリアンは末堂の覚悟を確かめるため背後に回り、チョークスリーパーを決め勝負あったかに見えましたが、ジェットコースターによる衝撃によって技を解いてしまいます。その後もスリリングな戦いが繰り広げられましたが、末堂はバランスと防御に優れた構えの三鎮を思い出してジェットコースター上での戦いに適応。末堂が優勢になるとドリアンは末堂に抱きついて、ジェットコースターから飛び降りていました。ジェットコースターから飛び降りるとか、完全にぶっ飛んでるな。互いにダイレクトに地面に叩きつけられ共倒れの結果になるかと思われましたが、特殊繊維を電灯に絡ませて地上スレスレでブレーキをかけることによって、ダメージを軽減したドリアンは立ち上がったため、ドリアンの勝利となりました。意外と頭も切れるんだな。バーサスオロチドッポ、スエドを倒したドリアンの前にカツミ、ドッポ、列が現れます。カツミからは怒っててめえはこの世にいちゃならねえ、と言われると、ドリアンは列海王にも自分が無価値と思うかを問いていました。列はドリアンが列と同じ百輪寺出身のドリアン海王であることに気づいており、怒りの感情を抑えてお会いできて光栄ですとドリアン海王に対して敬意を払っていました。まさかの海王だったんですね。ドリアンは列に対戦要求するも、同門対決は許されないと列は断ります。そうなんだ。そのためカツミがドリアンと戦おうとしますが、ドッポが横から入ってきてドッポが戦うことになりました。さすがドッポちゃん。ドッポはドリアンに切断された左腕での突きを決めて治った腕を披露。そしてドリアンは空手家に対し自分も拳法家として戦うと述べるも、ドッポには菩薩の剣で殴られ体内に仕込んでいた3入りの瓶を吐き出してしまいます。毎度毎度卑怯だな。その後はドッポが押す状況になりましたが、ドリアンは催眠術でドッポの動きを支配。イメージの中のドリアンと戦うドッポに本物のドリアンが攻撃しようとするも、百戦錬磨のドッポは逃走とは思い通りにならないものだと熟知していることにより、催眠術にかかりながらもドリアンに攻撃を命中させてきました。ドッポはそのまま圧倒していきドリアンの体をどんどん破壊していきます。指の骨は折られ聖剣中断突きによって肋骨は砕かれていき、そして両膝の骨も折られてドリアンは立てなくなりました。フルボッコだな。ドリアンは敗北寸前の恐怖を味わい体がブルブル震え始めていきました。そしてドッポが必殺技菩薩の拳をドリアンの顔面付近で寸止めしたところで、新進会門下生により車椅子で加藤が運ばれてきました。加藤は無意識のまま自分で歩いてドリアンに近づき、ドッポの合図で加藤は豹変してドリアンに襲いかかろうとすると、ドリアンは震え上がり、泣きながら敗北を認めたふりをしたのでした。え？ふりなの？その後病院に運ばれたドリアンはドッポとの戦闘で唯一無事、かつ使われていなかった爆弾が右手首に仕込まれていたことがレントゲンで発覚。そしてドリアンは治療を受けた後に加藤の病室に侵入。睡眠薬で眠っている加藤を見つめて、命乞いをして生き延びた自分は睡眠薬で眠らされている加藤にいつでもとどめを刺せると勝利に浸っていました。命乞いまでして野衆とかずるすぎる。窓から飛び降りて病院から脱走したドリアンは次にドッポの自宅に潜入。妻が襲われたと思い激怒したドッポの前に突如として現れ、振り向きざまの顔面に爆弾をぶつけ、ドッポの顔面を吹き飛ばしドリアンは歌いながら勝利に浸っていました。ドッポちゃんかわいそうだな。バーサス列海王。ドッポを襲った後、列が待ち構えていました。そこでドリアンは列海王に強さとは何かと尋ねる。列海王にとっての強さとは、己を貫き通す力、わがままを押し通す力。その言葉にドリアンは納得。そしてそれは同時に敗北を熱望しながらも、負けたことがないドリアンは、実は一度も勝ったことがなかったと気づきます。己が部に全てを捧げるのではなく、部が己に全てを捧げてくれたと勘違いし続けていたドリアンはすでに敗北者なのでした。
自分が敗北を望んでいたにもかかわらず、一度も勝っていない。このことにドリアンは、自称気味に喜劇だと笑っていました。今まで勝ちまくってた人生は思い込みだったのか。虚しいな。そして列に勝ちたいと小さな願いが生まれるも列の拳が飛び、列の突きを食らいながらドリアンは自分が勝利と思っていたものは、中国憲法からも逸脱して卑怯な手に染まっていたことを受け入れて自身の敗北を認めたのでした。列に完全敗北したドリアンは今までの矛盾した人生に精神が耐えきれず、自我が完全に崩壊、幼児対抗を引き起こしてしまいました。キャンディー。この会話から察するにドリアンは不死家庭かつ、相当貧乏な家庭の出身だったんじゃないかとも思われます。意外と悲しい人生を送ってたのかな。バーサス妖怪王、自我が崩壊後、100年に一度だけ開催される中国大来大祭に、ドリアンもドリアン海王として出場。ビスケット売り場が同伴しての出場でした。対戦相手の妖怪王とは全身をダイヤモンドのように固くすることができる混合剣の使い手ですが、ドリアンの精神は回復しておらず、一方的に妖怪王が攻撃してドリアンは滅多打ちにあってしまいダウンして敗北。あっさりと妖怪王が勝利しました。あっさりすぎだろ。その後は落としたキャンディを売り場は拾って口で洗い流しており、ドリアンはそのキャンディをもらっていたため、濃厚な関節キスをしてその場を後にしていました。どういう関係ですか？以上になります。いかがでしたでしょうか？口から手榴弾や3入りの瓶出したり、催眠術を使ったり燃やされても元気だったり、人間離れすぎて改めて死刑囚の恐ろしさを知ったキャラだったわ。でもキャンディたくさん欲しいのにパパが2つしかくれなかったという過去には、なんかもどかしい気持ちになったな。そうだね。ドリアンの老いた危機になるところだね。その後ドリアンがどうなったのかは真相版バキに書かれているので気になる方はチェックしてみてください。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。